今回紹介するのは頭は本の読み方で磨かれるという本です脳は言葉と向き合う時に一番成長する脳科学者流れ完全読書ガイド頭のいい人は何をどう読んでいる人は本を一生で何冊読めるか茂木健一郎はやはり分かりやすい難解に書こうと思えばそうなりがちな内容を ます。21から西シカナまでありとあらゆる種類の本を巧みに取り上げ読書することで脳はたまた人生までもが磨かれると語っています昔から5から6冊並行読みする私の習慣に周りには変な読み方だと否定されていましたが初めて茂木さんに肯定してもらえました何だこれで良かったんだと やっと落ち着けた気分です。また茂木さんは本とは自分という人間を映す鏡であると言っています。一回だけ読んで終わりではなく自分の成長とともに変化しまた新たなものを感じ取るそれが本という存在だと全くその通りです。何度も何度も読み返してしまう本ってありますよね。最後に、一生使える財産として、 厳選10冊を紹介しています普段手に取りもしないジャンルに足を踏み入れるきっかけをたくさん作ってくれています。本とはやはり人生をより輝かせるエッセンスだと確信した1冊でした。とにかく今すぐたくさん本を買いたくなる。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。